開始されたんですか？はい、開始されました。はい、皆様こんばんは。こんばんは。はい、ムジカチレステ TV 初めての放送です。イエーイ。はい、題してオペレッタ日和です。あ、映った。あ、今ね、あのモニターが前にあるんですね。おお、あ、音が出ちゃう、音が。はい、今日はプレ配信なのでテスト配信も兼ねております。なのでいろいろあのちょっと初めてのことで何かしらあるかもしれませんが、あの合わせてお楽しみください。はい、ということでまずあのオペレッタ日和というタイトルからあの今日初めてなのでご説明したいと思います。このムジカチェレステ TV はあの私が代表を務めるムジカチェレステ の本拠地である、チェレステスタジオ小東をテレビ局にしてこれから配信していこうと考えているインターネットテレビの番組です。でタイトルがオペレッタ日和です。はい、オペレッタというのはですね、あの、まあ、エンターテインメントの一つとして歌だったりオペラだ、あ、踊り芝居、あの、まあ時勢が入ったり、あと漫才のような楽しい掛け合いがあったり、まあ、総合的なエンターテインメント、舞台のことなんですけれども、まあ、そんな感じの楽しくてバラエティあふれる豊かな番組になったらいいなと思って、題名つけさせていただきました。はい、今日はプレ配信として、ここのチェレステスタジオ小東で、毎週土曜日に行っている合唱団のメンバーに参加していただいております。じゃあちょっと紹介させていただきます。はい、テノール、パートリーダーで、ムジカチェレステ小東混声合唱団のリーダーでもあります本間さんです。はい、本間です、よろしくお願いします。イエーイ。次回から第1回目からは弊社の登録アーティストの、メンバーだったりとか、他にもゲストの方々、歌手、女優、ダンサー、や、あとはモデルさんとかインフルエンサーさんとか経営者さんとか、さまざまな方をお呼びしてさまざまなジャンルで、コラボレーションしながらお届けしたいと思っております。今日はYouTube の生配信で行っております。そして、投げ銭についても設定させていただきました。コメント概要欄などにリンクを貼っていますので、あと弊社のホームページにも貼っておりますので、まあ、これから番組を充実させていただく、いくためにも本当にちょっとのお金からでもたくさんでも構いませんので、はい、応援していただけると嬉しいです。そして今日まで渋谷区のペイペイと渋谷区のコラボキャンペーンでなんと 20% 返ってきますので、わー、1000円投げ銭しても200円返ってきますので、はい、ちょっとそれを試してみたいな。あ、ちゃんと画面映ってるか。はい、という方も試していただければと思う。あ、翔さん、あ、院長だ、仕事しながら見てますって、超嬉しいんですけど、ショーデザインで、はい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 、方はね、あ、うん、あ、そう、院長、はいはいはい、屋形船の時にお写真撮ってくれた人です。はい、うちのホームページの運営とかをしてくれてる友達なんですけど、すごい優秀でイケメンの方で嬉しい、ありがとう。あ、どこを見たらメインなのかな、これとこっちと3カメで行ってます。はい、じゃあ適度にカメラマンさんアップしたりしていただいても大丈夫なので、ただ私ね、ちょっとこっち今日いきなり急にニキビができちゃったので、ここアップはこっちがいいな。若いね。びっくりした、なんかいきなり。はい、できました、ニキビが。あ、おお、あんな感じになってます。じゃあまあ、オペレッタとは何っていうところを少しお話ししましたが、カメラマンさん、よかったらオペレッタの映像なども紹介しながら配信させていただきたいな。ちょっと今日はですね、テストも本日のいろんな映像を出したりテロップとかもできる範囲で出してもらったと思いますけども、こちらをゆるりとさせていただきたいと思います。
ペレッタですね。入ってる。はい。はい。はい。もう素敵な歌、踊り、そしてもう何回も爆笑しました。とても楽しいです。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。おかげでプロとかから来てくださって、あの写真や動画や、あとお手伝いなんかもしてくださって、本当にいつもありがとうございます。もうすっかりファンでございます。嬉しいです。はい、そしてなんと本間さんはですね、あのプロに混じって、最近すごくご出演してくださってですね、最近あの弊社の一番直近のチャールダスの女王なんていうものはですね、周りの方みんなプロだったんですけど、なんとあの合唱団幕としてみんな違うだけ一人だけあのアマチュアさんで参加されましたけど、でも本当にあのお声も立派で大きいですし、存在感もあって、もうムードメーカーでもあるので、遜色なく早くなるものになっておりますが、あのご出演何回もされてどうですか？いやいや、あの楽しくさせていただいてますけど、あのプロフィールが皆さん、あのなんとか音大卒業、こんなあのコンクールでああだこうだってすごいのに、私だけなんかあの、ね、アマチュア丸出し の, あのなんかそういう自己紹介で本当に申し訳ないんですけど、でも本当に、ね、楽しく参加させていただいて、少しはお役に立っていればいいかなと思いますけれども、何でもできるんですよ、本間さん、すごいんですけど、本当になんか初めてのご経験だったのに、なんか周りのあの先生からも、また本間さんに助手してほしいっていう、あの指名が来るぐらい、あの1回目 の, あのお仕事がとてもあの役に立ってですね、もうあの出演しながらアマチュアさんでもあるのにもかかわらず、プロの方のフォローまで。すごく心配りも行き届いて、みんなで感謝してます。本当にありがとうございます。そういうところはね、社会人経験長いからね、あの相手の気持ちに立ってどうやったら助けられるかなとか、そういうことはね考えるので、プロの皆様にね少しでも役に立てればっていう、そういう思いが強いですから、ありがとうございます。ありがとうと思ってます。はい、あのオペレッタって本当にあの馴染みがない方も多いと思うので、ここでもう一度改めてお話しさせていただきたいんですけども、まあ、オペラは、まあ、よく皆さん、フィガロとかカルメン、椿姫とかカルメンとか聞いたことあるような曲もあるアギターとかですね、大体あの悲劇もあるし、悲劇もあるね、まあ、人が死ぬような悲劇ですね。で、悲劇っていうのは、まあ、楽しい。ちょっと昔 の, あの作品なんですけれどもあります。でミュージカルは本当に最近 の, あの旅行発言とかで大流行したもので、まあ、あの日本でもベストサイドストーリーだったりとか、いろんなシカゴだったり、いろんなディズニーとかね、リトルのたくさんの作品がディズニーとか、あとブロードウェイステージとかたくさんあると思うんですけど、まあ、その間と思っていただけるとすごく分かりやすいかなと思います。あのオペレはあのオペラ歌手のようにマイクを使わないというのがすごい一つの特徴で、まあ、マイクを使わなくてもホールの一番後ろまでしっかり声が届いてパフォーマンスがお届けできるように歌手は常に訓練をしています。はい、なのでオペラも歌えるしオペラ歌なんかも歌えるっていう歌手がほとんど、もちろんミュージカルも歌えますね。でミュージカルになると、まあ、ほとんどマイクを使ってですね、PA 技術が発達してミュージカルも発達してきたっていう歴史もありますので、まあ、最近では本当にもうあのポップスとかジャズとかいろんな音楽の要素が入っています。はい、でオペレッタのあともう一つの特徴は、まあ、人が死なないっていうのが結構あの私はすごい好きなんですけれども、あのオペラはあの悲劇とかもさ結構多いので、まあ人が亡くなることとか自殺したりとか、なんかあの不倫があってあの奥さんを殺しちゃったとか、なんか結構あの肺結核で死んじゃったとか、結構そういったあの悲劇のなんていうかあの悲劇性をドラマティックにより表現してお客さんに感動を届けるっていうのが結構多いんですけれども、オペレッタはあの、ま、日本語で言うと喜歌劇って言われることが多いんですけど、喜劇だけじゃなくてあの人が別れて終わるようなものもあるので、全部がハッピーエンドではないんですけれども、ハッピーエンドではなくても人が死なないっていうのが一つもう一つの特徴だと私は思っています。はい、なので人が亡くなることをよりドラマティックにするっていうよりは、なんかこう生きていることとか
生きる情熱みたいなものをより表現ドラマティックに表現して最終的には何かこう元気になって楽しく終われるっていう、見ているお客様が楽しく終われるっていうところがすごい魅力だと思います。まあオペレートの話し始めるともうどん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 大好きなので長くなってしまうので、まあこの辺でオペレータ日和っていうタイトルなんで、まあ日々番組の中で時々オペレートの話すると思うので、今日はこんな感じで、はい。で、この喋りまくった後に歌うのも結構大変なんですけれども、ここで1曲、はい、フレッタの曲を紹介したいと思います。では、チャールダースの女王よりハイヤー、山こそ我がふるさとという曲なんですけれども、ちょっと休憩したのでホモさん、チャールダースの女王です、ね、説明してください。つい最近ね、やったんですけれども、はいはい、まあ浅草、今回はね、浅草というね、大正時代の浅草オペラでですね、シルビーっていう、ね、まあ、お姫様といいますか、歌姫、歌姫がね、まあ、主人公なんですけれども、まあ、一言で言うとね、全部ストーリー言ってもしょうがないんで、一言で言うとやっぱり身分違いの恋なんですね。そうだね。これはね、今日ね、ウィキペディアで調べたんですよ、うん、そうしたらね、オペレッタのね、一つの醍醐味の一つはね、身分違いの恋をテーマにしていることだって、ズバリ書いてありましたよ。そうですね、別に僕は予習してきたわけじゃないんですけど、僕はそういう感じなんですね、うん、そうですね。で、まあ僕子供の頃はベルサイユのばらって大流行したんですけど、あれもオスカルとアンドレはですね、まあ、貴族と平民という身分違いの恋なんで、身分違いの恋をこれを乗り越えるのはね、盛り上がるんですね。なんでもね、障害がある方が恋は盛り上がる。そうですね。で最終的にはチャールダッシュの映像とか写真とか載せ出してもらえると嬉しいんですけど、ね、チャールダッシュの話をしてますけど、今はメリーリードがかかってます。この辺がいいところですよね。これ配信のね、いいところで初めてですね。何しろ今日台本も何もなくて、打ち合わせも今日来てやったっていう、そういうね、こう自然な流れ、ほぼないよね。はい、やるぞ。そう、こう、これとこれとこれをやりますしか書いてないんですね。だからもう好き勝手に喋ってるんです、私も。で、今チェイちゃんが歌う前に喋ったから、歌の前にちょっと休みたい、ただそれだけの。私はその時間をほんの数十秒つないでるっていうだけなんで。それじゃあそろそろ行ってみましょうか。なんか後ろ空いてません？空いてますよね。誰かちょっと空いてると歌えないんですよね。あ、AD さん、AD さん、うちのアシスタント、素早く言うたアルバイトです。はい。弊社のね、アルバイトがアシスタントしてくれてますので、この後話しますけど、鬼滅の刃のグレンゲ、グレンゲのね、テレワークを今してるんですけどね、企画をね、それの編曲したアシスタントが今窓を閉めて、そう、素晴らしい編曲ですよね。本当一回初めて歌わせてもらって感動しました。これはね、4世でこういう風に作るんだと思って、ありがとうございます。いや、初めて知りました。声の出演。じゃあちょっとハイヤ歌いましょうか。音を流れます？ちょっとこれね、危ないです。よいしょ、けっちゃんからね、はい、これかな。こうアップはならないですか？映像アップとかも知ってるの？どうぞお待ちください。そうそう、映画はね、プレ話だからね、うん。さっきね、窓閉めに来ましたけど、ここは高級住宅街、渋谷区の小塔なんで、あんまり音が、ね、漏れると、いくら美しい歌声でもね、ご近所からお声をいただくのでね、窓が、ね、閉めに来たって、そういう感じで、また脱いでいただくと、とってもチャーミングな印象ですね。ありがとうございます。あ、ぐるぐる回ってる、大丈夫かな。もうちょっとお話つないでいただけます。素晴らしい、この生放送のいろんなことがあってね、私も勉強になりますけれども、もうちょっと今からはね、チャールダッシュなんですけど、オペレッタ、その私チャールダッシュともう一個メリーウィードに出させていただいて、メリーウィードの時は去年の10月ですけど、すごかったですね。発売と同時にほぼ
即日完売でしたもんね。あの400席あるね。300か、あそこはね。そうそう、うちのブルッタはね、結構 ね満席になるんですよね。みんなね、あのファンの方もいらっしゃいますし、もちろんたくさんの方がね協力してくださってね、はい、チケット販売の方もね頑張っています。本間さんもすごい人気者で、お友達たくさん来てくださるんですね。結構来てくださいました ね。特に初演の時はね、ご祝儀相場っていうのもあったんですけど、うん、自分でびっくりするぐらい、あのスタンドのお花までいただいちゃって ね本当に僕が一番びっくりしました。どうもありがとうございます。本当に、あ、OK、 はい、はい、ようやく OK です。じゃあよろしくお願いします
今のはね、一幕ドアタマなシルビーが出てきてね、歌うね、いいシーンですよね、素晴らしい歌声、ね、あ、ちゃんと魅力が出てきますね、出てるよ、はい、顔見えてないみたいな、あまあその辺もあのちょっと、今日はプレイ配信ですから後々反省してさらにより良いところをね、目指していきますからね、はぁ、ちょっと疲れるんですよね。やっぱりオペラ歌手、オペレーター歌手、すごいですね。一曲こう歌うだけで、やっぱこれだけ体使ってるっていうことですね。でも実際は、劇の中ではね、ずっと歌い続けるんですかね。こんなハーハー言ってないで、ね。そう、うん、すごいよね。激しい踊りもありますよ、ね。はい、歌った後すぐセリフやって、はい、で幕間入ったら着替えて、出て歌って、セリフやって、着替えて、休む暇はありません。今日だけ特別じゃないですか、ちょっとだけ休めてね。あ、そう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 、ね、休みたくなったら触れるからね。こんなの普段もありえない。どんどん流れていきますからね、お芝居はね。はい、ありがとうございます。じゃあ、ここで、合唱団の話に、はい、移りたいと思います。はい、チレステ小東混声合唱団。今年の初めの辺に募集をして春から結成したんですけれども、その後コロナがねなってしまったので7ヶ月ぐらい、うん、お休みして、で、先週末の土曜日からまた再開しました。はい、詳しくはね、募集要項とか、いつやってるかっていうのはホームページに出ているので、ぜひぜひ見ていただけたらと思うんですけれども、土曜日の第2、第4の土曜日の10時半から12時半までしてます。ここのチレステスタジオショートで。はい、で、パートリーダーさんなんですけど、どうですか、合唱団の練習は。一言でとっても楽しいところなんですけれども、ずいぶん休みが長かった分、あ、これがね、一番最初の時ですけれどもね、長かったですけど、久しぶりにこう来たら、グレンゲやるわよっていう、いやいや、それでね、楽譜も初めてその時見たんですけれども、はいはい、まあ、素晴らしい、で、ちょっとね、その先々週の土曜日かな、やったのがね、ちょっとパートがね、一部足りないパートがあってね、4声にならなかったんですけど、それでもものすごい盛り上がりですね、もうあれ完璧にしたらちょっと披露したいですね、あれね、あれ完璧にね、4声揃ってね、綺麗に歌えるようになったらね、ということで、今練習が始まったところです。はい、結構グレンゲって長いですよね、5分くらいあって、はい、サビとかも何回も繰り返されるので、まあ、その度ごとにいろんな4声での構成が変わってて、最後まで飽きずに、はい、楽しめますが、まあ、その分最後まで音取りが大変ですね。頑張ってる最中です。もう始まったばっかりなんで、美穂さんはどうですか。もうなので、もう先週ですね、久々に、はい、わあ合唱ができるっていう喜びと、鬼滅ですかっていう、本当に感動してしまう。あれをどうするのと思ったら、あんな素敵なのが出来上がってて、はい、もう絶対上手にみんなで歌いたいと思いました。あとメンバーもう少し、あ、そう集まったら嬉しいですね。まだね、結成したばっかしで、その後コロナになっちゃったっていうのがあってですね、初めの方はもう少しいたんですけど、コロナでお休みになった後こう出てくるのもちょっとまだ心配な方とかね、ご家族に泊まられてる方とかもいらっしゃってですね、もうよちよちながら再開したみたいな感じなので、でも本当にその分人数はまだ少ないので、密にはなれませんから、しっかり2メートル間隔を空けてディスタンスを取りつつ、しかもマスクをしてできるので、全然怖がらずに来てください。はい、っていう感じです。で、鬼滅の刃ね、今すごく人気のアニメですけど、その、主題歌のグレンゲ、本当になんか今日私テレビの放送のために調べたんですよね。それまでなんかこの曲やるぞとか言いながら読み方わからない、しててやばいなみたいな、鬼滅の主題歌やるよ、鬼滅の主題歌やるよみたいな、はい、そんなちょっとこう、ちょっとあれな講師なんですけれども、はい、でね、弊社のオリジナルなんです、楽譜が。さっきもちょっとご紹介しましたけど、弊社のアルバイトで今日とかね、選曲とか今頑張って作れてる子が、挑戦してくれて、それを歌っ
ていうのね、その楽譜が歌えるのうちだけです。はい、なんでグレンゲ大好きな方々、体験です。ぜひ来てください。来てください来てください来てください。もうやめません。ちょっと初めてでね、本当はアップの君のあるんですけど、アップしてくれないんで自ら私も自ら動く、もう得意なんで、はい、です。で、そう、その合唱団もそうだし、鬼滅の刃でそのせっかくが楽譜を作ったので、リモートのね、リモートって言ったりテレワークって言ったり、最近流行ってると思うんですけど、 YouTube を通してこうみんな合唱とか合奏できないので、 YouTube を通してその遠隔で演奏してるのをネットとね、映像の技術で合成して、みんなであたかも演奏してるような感じで発表するというものをしてますので、今なんかそれが映ろうとしているのか考えているのか、ちょっとそういった映像をきっとその下にテロップでそのうち流してくれるようとしているんだそのうち紹介で流れますが、はい、そういったものも企画しています。それの、鬼滅のリモートに参加したい方は、説明欄に多分この後リンクが貼られているので、そこを見て、歌だけじゃなくて合奏もあるので、全部で8パートぐらいかな作ったので、好きなパートを歌ったり演奏したりできるようになってます。ちょっとこの企画についてどうですか。いや、びっくりしました。びっくりしました。さっきね、顔は出なかったですけど、まだ楽しみに行ってくださいね。方の編曲が本当にね、もうさっきも言いましたけど素晴らしいのと、そしてこれをリモートでやろうという企画はね、びっくりしましたね。第3弾ですか。民衆の歌と第1三章と、もう何でもありですね、クラシック J-POP からね、なんかすごい楽しい。今回はだから、ね、ぜひ多くの人に参加してもらって、ね、最高のグレンゲをね、みんなで演奏を作り上げたいですね。まあでもね、早いですからね、この曲ね、皆さんの提出してくださる音源にかかっているんですね、最高の音源なのかどうかっていうのI'm gonna go to the hospital.
映像を撮っとくわけですよ、合唱ダンスね。でそれに参加してくださった人もいて、それを流してあの渋谷のね大和田であのでっかいホールでそれを流して、それに合わせて演奏するんですよ。すごい企画です。オーケとソリストと、さらにそこに加わって合唱と、ね、指揮者もあの映像に合わせて振るというね、もうこれは前代未聞の恐れを知らない企画でしたけどね。やばかった、でもすごい面白かった頑張った、うん、すごい頑張りました。多分日本全国 ないでしょうね、やったところね。はい、なんとかその合唱が本当にあので集まれない時期だったんですけど、なんとかその合唱の方々とコラボレーションできないかなと思って、あのオケは基本的に弦とかが多いので、まあ、マスクしてればあの、ね、2メートルの間隔を空けて、舞台に乗せれることができたんですね。ソリストも間隔を空けて乗せるんですけど、合唱はちょっともう乗らないし、練習もできないし、どうしようと思って、ただテレワークとできないかなと思ったんですけど、思った以上にすごい難しくてですね、なんか技術すごく思いましたね。私いつも生で歌っているので、マイクもないし生演奏の伴奏で歌ってた、人と人ってもその場の感覚であのどうにでもなんとかなる、その場でなるんですけど、機械が相手だともう絶対人間は機械に合わせるしかできないので、それって結構難しいなって思いました。はい、ビオさんどうですか、参加して。そうですね、まあ、でも本当にいい経験でした。あのもう練習の時からあの、うん、そうです、あの絶対一生にこんなことなかったであろうあのソリスト気分でもでもニコニコ練習してたんですが、やっぱり現実あのリモートの方といろんなこう合わせるっていうのはすごい大変だったのを目の当たりにして、すごく身が引き締まりやっぱりきっとあれをやったことによって、多分いろんなことをこうしたこうなったね、やっぱりあれは第一歩ですね。そうですね、いつもね、この企画力と行動力は僕は本当にね尊敬してます。これは本当にすごいと思います。いや本当にこれお世辞じゃなくて、いつもそう思ってるのでね、また楽しいことはぜひ、ね、はいはい、よろしくお願いします。今日のテレビもね、初めてですよね。ちょっと前までね、合唱の練習してたりとか、もうあのコロナのことで自粛をしている時はね、ダンボールまみれだったとかさ、ね、あのね、チャンステレビ局用に合わせてあのリフレッシュしました。はい、これからさらにテレビ局としても発展していけるように新しい挑戦ですけど、頑張ります。はい、あのライブの映像は流れてるんですかね。あ、流れてる全然わかんない、もうなんかもう全然時差この子今、いつの話をしているのかっていう前にソリストの横に本間さんと美穂さんと私があの私も合唱で参加したんですけど、点々点とやってる、ね、懐かしくなっちゃう。なんかもうあの私あの後半 の部で主役をしていたのが決まってたので、あの参加しない予定だったんですけど、あまりにもなんか心配で急遽さ当日合唱団のアルトで参加しました。ありがとうございます。もうなんか身を張って何でも、はい、やります。でもあの時ね、途中でね、あの録音とそれから生のオケと指揮が3つともずれている時があったの、うん、でその時にどれに合わせて歌うと一番お客様に自然に聞こえるのかなっていうのを瞬時に判断して、でも一応歌ったんですよ。やめちゃいけないなと思って、臨床に聞こえてたかもしれない。
お客さんに珍しい大工の臨床を聞けたっていうね、なんて前向きな僕もうなんか本間さんのところで私たち距離が合いすぎて、それも聞こえないんですよね。ソプラノパートが聞こえてこないからどう歌ってるのかなと思って、まあでもね、本当にいい素晴らしい経験ですよ。はい、楽しかったです。楽しかったです。もう経験です。はい。じゃあここでですね、一曲なんだミス最後、あ、今度企画でだっけ、あ、もうそんなお喋っとくね。はい。でも喋ったし、あ、やっとなんか出てきた、出てきた。民衆の歌が出そうになっている。リモートセッションの動画が鳴らす、流す、流して、あれリモートセッションの動画って何だっけ、あ、これか、これですって流れているのがリモートセッション。あ、これはね、第1回目の民衆の歌ですね。そう、1回目民衆の歌して、で、2回目第1回目をして、はい、で、次がグレンゲです。じゃあ、全然違うけど、はい、全然素敵な曲です。じゃあ、今流れてるのかな。じゃあそれを、あ、本間さん、本間さん、これ本間さんでもソリストワークになってるんですよ。出来上がりを見て、僕が一番びっくりしました。あ、もう終わってる。ちょっと盛り上がっちゃった。ここで時差なので、どんどん進めて。どんどん、あ、じゃあ、どんどん進めた方がいいということなので、まあ、じゃあミス・サイゴンを歌いましょう。せっかくは合唱の、メンバーに来ていただいたってことなので、私とお二人のコラボレーションを今日はさせていただこうと思います。で、ミス・サイゴンの世界が終わる夜のようにです、はい、これもね、さっき決まりましたからね、言ってきますよ。1時間前に何歌う、何歌う、じゃあこれ歌う、全部歌った方がいいじゃんみたいな。で、本当はデュエットの曲なんですけど、女性が2人いるので両手に花が、どっちを選ぶんでしょうかみたいな。いやいやいや、キムが2人というか、この物語が最後キムとエレンとの、ね、取り合いみたいな形になるんですけども、本当はここキムとのラブラブの歌なんですけど、なんか今日微妙なあのクリスの、ね、へたれ男ぶりをちょっと出したりとか。へたれー、なんだ。じゃあ、2対1の、はい、はい、もうちょっとお話を、もうちょっとお話をミス・サイゴンについて、あ、これもね、見に行きたかったですけどね、はい、そう、今年ね、コロナでね、知れてたっけ、すごい席取ってくれてたんですよ。そう、いい席が、ね、取れていてたんですけど、残念なことにね、全部こう中止になっちゃって ね、なんか全国ツアーの最後が川越だったんですよ、今年ね。それもすごいんだけど、それも全部中止になっちゃってね、すごくだね。でちなみにまだもうちょっと話した、はい、もうちょっと話した方がいいと思いますけど、ミュージカル界 の三大ヘタレ男っていうのがありましてですね、1人目が、このミス・サイゴンのクリスですね、2人目は、仮面舞踏会じゃないんだ、なんだっけ、あれ、オペラ座の怪人のラウル、で3人目は当然、マリウスですね、これはレミゼバルド。そう、の中で一番こう女心がわからないヘタレ男、三大ヘタレ男ね、ねえ、いうことで、私の得意な分野ですね、これね。ヘタレてないの。あ、そう。まあそういうところでですね、これは一幕の中で、お別れになる最後のところのね、一番ラブラブのシーン、ね、クリスとね、キムのラブラブのシーンの歌で、この後もう急に、3年後になっちゃうわけなんですけど、ね、素晴らしい、素晴らしいナンバーですね、はい、どんな感じになるか、この3人で歌うとね、はい、ね、あ、さっきちょっと伴奏の音がちっちゃかったので、もう少し大きくしてくださると聞こえやすいです。はい、じゃあ歌おう。じゃあ、これは、あ、そうです、このフランネスの音が、あんま前に顔が出る。いいです、木も2人見つめますから、そうだった、それも忘れてた。いいですか、はい。
不実なこの街、虚しさの中で君と会う、君と会う。素早く過ぎゆく流れの波間にあなた抱く、あなた抱く。明日変わる人生、新しい世界行こうよ、あなたと。君は信じなくても、もしも俺と一緒なら、二人ならまだ聞こえるよ、歌合唱に出るんですよね。本当に本当にすごいな。ちょっと
感動しちゃった。そう、ということで今ね、そのね、あの次は合唱と声楽の違いを話したらどうですかと、あの AD 島津くんがあのおネタを出してくださったので、お話ししたいと思いますけど、まあ、今ね、あの聞いていただいたら分かると思うんですけど、私その1曲目はソロだったので、やっぱ声楽っぽい歌い方をしましたね。ソロで、まあ、2000人とかのホールの後ろまでマイクなしで通るような発声でしました。なんで、まあ、1曲歌うとすごい息も母汗だくみたいな感じなんですけど、やっぱ合唱はあのこう心合わせをしてみんなのハーモニーで一つの音楽を届けるっていうのはやっぱりすごくあの意識するので、あのみんなの声を聞きながら、ハーモニー聞きながら、その中で、作り上げていく音楽っていうのはやっぱもう本当に一番の違いだと思います。はい、で合唱っていうのはあの、まあ、あの女性三声とか男性三声、あと混声四声っていうのが、まあ、あのメイン、うん、よくあの作られる編成ですけれども、まあ、それぞれ特徴があるけれども、まあ、あの一人一人 の, あの声を出す主張するっていうよりもハーモニーの楽しさを、はい、感じるっていうところが醍醐味かなと思います。で発声法の違いっていうのもね、 あ, のあるんですけれど、まああの声楽の先生はですね、合唱の生徒さんとのソロでやりたい生徒さんがあのやっぱいらっしゃるので、なんかあの本当にソロを頑張って行きたい場合は合唱行くなとか流先生に対してね、あのなんかその辺ちょっと難しいなとか思うんですけれど、まあ現実私もあの中学校2年生の時に音大とかあのミュージカルとかそういうソロの声楽の道に進みたいって思った時に、やっぱし声楽の先生の門を叩いてですね行ったら、それまで合唱団命で、すごい大好きな合唱団に着替えだったんですけど、もうやめなさいって言われて、もう泣く泣く1年間ぐらい我慢したけど、あのやめましたっていうやっぱ経験があってですね、そこのなんか狭間で揺れ動くのがあの常だと思うんですけど、まあ、その辺はどうですか、両方されてる本間さん。されてるなんて言われちゃったら困るけど、でも合唱は合唱 の, あの楽しさってあるじゃないですか、ね、こう自分が歌いながらハーモニーをこう楽しめるっていうね。でその代わりあのソリストはソリストで、ね、もう自分だけで全て完成させなきゃいけないんだっていう ね, ね、うん、やっぱりそのプレッシャーたるやすごいですよね。合唱はね、まあ、はっきり言うとね、ちょっと休むとこ休んでも全体でうまくいけないやっていうところもあるんですよ、うん、でもそういうその分ね、あのみんなとのハーモニー楽しんだりとかいろいろあるから、両方できるのが一番いいんじゃないですか、ね、やっぱりね、楽しいですよ ね, ね, 両, 方ね、そう両方楽しいと思いますよ、うん、僕は、ね、あとミュージカルとはミュージカルの発声と、あとそれからあのいわゆるクラシックの発声もやっぱり違 う, 違うじゃないですか。違いますね、うん、でも器用な人全部できますもんね。あ、そうですよね、うん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 、私はね、あの声楽の中でもどっちかっていうと中間音域全然苦労せずに出るから、あのミュージカルの曲とかも歌いやすいんですけど、まあソプラノ歌手さんの中にはもう高音すごく出るけど、中間音域になるとちょっとあの声があの息まっていうかスカスカしてきちゃうので、あのもうオペラの曲の方が歌ってて楽しいみたいな方とか、まあ、発声のねとかの声によっても声帯によっても全然違うんですけれども、まあ、今日の方は本当にね低い音からね歌う音が出てるみたいな感じで、まあそれも人それぞれですよね、はい、まあ、あの違うっていう意味ではさっき の, その私の演奏と今 の, その3人で合わせた時の私の声の違いを聞いていただいたら一番分かりやすいかなと思うので、なんかタラタラ説明するより、はい、感覚派人間なんで聞いて感じてくださいじゃあそれで終わっちゃうんだよまだ発声法の違いとか言ってくれよとかあるよと、実際に歌って聞き比べしたいですっていうなんかねレジュメがねこんなのあったかなんだあの、ね、ここに出てきたよ今どうしようイエーイとかイエーイみたいな裏で出ますけど、歌とかあるのかな、何を歌ってるのか、大工ですか、あ、大工大工まああの、例えば何の曲でやったら分かりやすいですか、大工でも学校持ってないな、童謡とか童謡とか童謡じゃあカラス誰だろうとか、
聞きたい。分かんないけど。カラスは山に可愛いならずの子あるから、ね。じゃあカラス七つのカラスなんだっけ？七つの子。はい。え、できるかな。やんない、やったことないけど、今ぶっつけ初めてやってまーす。じゃあオペラ風からちょっとわざと誇張してやりますからね。はい。さあもうみんなすごいよ、ハードル上がって期待してるからね。やったことないの初めてだよ。高音部の今すごいすごいやつ。わざとビブラート。わかりやすいよね。ちゃん出してもいいから、すごいとこあるじゃないですか。高音で。そう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 。これがオペラ行ったのね。やっぱソリストのビブラート。でも場所だと、なんかちょっとよくわかんないけど、まあそんな感じ。いやね、違う違う違う。なんかもうちょっと無茶ぶれずぶ。いや、それでもやるっていうところがすごい。なんか、かわいい。テレビ見ちゃう。汗だく、暑いっすみたいな。好きな合唱曲は何ですか？思い出に残ってる合唱曲。私ね、合唱団に入ってて、小学校、中学校入ってて、主役をしたんですよ。中学校2年生の時に。それでもうすっごい楽しくて、プロになりたいと思ったんですけど、その合唱曲っていうか、合唱団の主役をしたミュージカルの作品があって、それはオイラコックローチ油木っていう、分かるね、コックローチゴキブリだめ。すごいですよ、すごい。その合唱曲そう、ミュージカルの中の私の一番の盛り上がるなんていうかソロ曲っていうか、それはソロ曲だね。それをね、コクローチでね、アイラコクローチ油切ってチャラララララライエーイとかってやったの。NHK の歌のお姉さんもいけてたね。それをね、2000人ぐらいの大ホールで主役でやって、これをなんか本当に2ヶ月ぐらいお家で毎日練習してて、コクローチむしろね、本当にすごい大きな合唱団だから60人ぐらい、ちっちゃい後輩とかがいて、みんなで踊って、私はそのセンターでソロのシーンとかあってね、まあ、30分ぐらいのミュージカルなんですけど、ずっと主役だったんですよ。その中の一番の思い出の曲です。全然わかんない。いやだけどそれは忘れられないよね、わかる気持ち的には。空心棒ララバイっていうね、ミュージカルでね。マニアックすぎる、全然誰も知らないみたいな。調べてください、そうミュージカルかと思う。ミュージカルなんですけど、あ、そんなこと言ってたら発音に反応しちゃった。あっという間でしたね。なんか本当は質問コーナーとか、あとなんだっけ、ゲーム、なんかネタゲームみたいなのもしようかなと思ってたんですけど、まあ、今度から90分番組でね、まあ、そういった質問コーナーとかも入れると思うんですけど、今日は初めてなったので、まあこんな感じで楽しくまとまったのかどうなのか、はい、そろそろ終わりの時間が近づいてきましたけれども、あと1分ぐらいあるから、じゃあ一つずつちょっと質問質問も無茶ぶりですけれども。
こうやってねソプラノ歌手としてやられてて、自分でこうやって会社立ち上げて、でこうやってもうまあ、ギリタみたいな形でこうやられてるわけじゃないですか。もうすごいと思ってるのに苦労してるところはどこですか？もう苦労の連続ですけど、やっぱりそのアーティストの気持ちもすごいわかるし、でも自分もアーティストだから、だけどいや経営者として考えなくちゃいけないことの2つで右脳と左脳が分断されて、私は今どちらを選択したらいいかっていうところで常に揺れ動いてます。すごいよね。それで最終的に素晴らしいバランス感覚を収めるからね、いつも感心しています。まだ1年しか付き合いないんですけど、実はね本当にもう驚くばかりですよね。ありがとうございます。この番組でやってみたい企画はありますか？皆さんね、どんどんね、これから番組を盛り上げたいので、質問だったりリクエストだったり、どんどんメールとか、あとこの番組アーカイブで残すので、その、コメント欄にしていただきたいんですけど、やっぱしいろんなコラボレーションをしていきたいなと思います。先日も日舞とコラボレーションして三味線入っていただいたり、うんうんうん、まあ、そういうのといろんなジャンルの人とかいろんな方をお呼びして、まあ、それと音楽とのコラボレーションということで、たくさん の魅力を届けていきたいので、美穂さんの質問を受ける時間がなくなっていますので、すみません、はい、8時半になったので今日は終わります。次回放送は、来週はですね、ちょっとね別の企画はもうちょっと会社として入っていたので、多分2週間後って何日かなにはできると思うのですが、まだゲストとかも決まっていないので、はい、ホームページとかメルマガとかいろいろシェアしたり、フォローしてください。常に発信しますので見てください。よろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。あと50人ぐらいで1000人になるので頑張ってね。チャンネル登録皆さんお願いします。いいねもお願いしますね。よろしく。じゃあ見てくれてありがとう。バイバーイ。さようなら。